バッテリー交換後は今 12.4。 じゃあエンジンかけてみますね。はい。 9.9 まで落ちるね。でも大体こんなもん、 13.8。 はいだね。はい、そうですね、 13.9、 まあ 14V 近くあるってことだね。はい。で次にこれ見て、じゃあここら辺全体がいいかな。いくよ、これも見えるように。うん。あ、なんかリセットされてないね。大体これね、リセットされるんさ、うん、あ、そうか。あ、ほら、あー、オートが効かなくない？あ、そういう下げのオートは効くけど、うん、上げのオート、あ、ほんとだ、ほらこういう感じね、うん、効かないでしょ、うん、これね、まあ、下げますわ。うん、下げて、こう下がる。上げますよ。下げ、うん、上げ、あ、何秒かってこと、うん、まず全下げして、うん、この上げのボタンをずっと押しとくと、うん、離さないで、うん、で上がってからだいたいこう1、2、3秒ぐらいかな。で離すとこれがもうリセットが普通にこうほら、うん、うん、戻るんですよ。そんな感じです。了解。了解。はい。ですか。これリセット解除方法みたいな。はい、バッテリー交換すると多分解除されるのかな。ダイハツも一緒だと思った。うん。この上げをずっとこうずーっとこう。うん。うん、そうそう。それでこうオートが解除する。はい。ダイハツも、うん、確かそうだと思った。はい。うん、日産もそうだね。うん。なるほど。他のメーカーはまだわかんねえや。大体こんな感じかな。はい。まあ、そんな感じだね。はい、わかりました。以上です。ありがとうございました。おまけでした。